マリオシリーズ、マリオパーティシリーズ、マリオパーティ8、マリオパーティ8は、ハドソン CA プロダクションが開発し、ニンテンドーより発売された、ウィーヨゲームソフト。略称は、マリパ8。家庭用のマリオパーティシリーズの9作目にあたる作品。初動売り上げは前作を遥かに上回り、12月下旬には、マリオパーティシリーズで、初の、 Wii のゲームソフトとしては3本目のミリオンセラーとなった。今作の BGM は塚原義弘、島倉一郎が担当している。本作の発売後、マリオパーティシリーズの主要開発スタッフが ND キューブに移籍。その4年後の2012年に、ハドソンは株式会社コナミデジタルエンターテインメントに吸収合併され、翌2013年末をもってブランド消滅となったため、 本作と同年に発売されたマリオパーティ DS と合わせてハドソンが開発した最後のマリオパーティシリーズとなった。次回作以降のシリーズ開発は先述の ND キューブが担当している。今年も開催されたスターカーニバルに今回はマリオたちも遊びにやってきた。このスターカーニバルはボードゲームやミニゲームでみんなで遊べる10年に一度のお祭りである。 マリオたちの一番の楽しみは最大のイベントであるスターバトルでスーパースターを目指すためにライバルたちとバトルをすること優勝するとスーパースターの名誉を与えられさらにキャンディ1年分が景品としてもらえるという今年のスーパースターは果たして誰が勝ち取るのだろうか今作では対応ハードが前作までのニンテンドーゲームキューブから Wii に移行し操作方法が 全面的に一新された。操作はすべて Wii リモコンを使用し、Wii リモコンを振ったり回したりひねったりするなど、旧作のマリオパーティシリーズとは違う操作性が搭載されている。なお、前作まで搭載されていたゲームキューブマイクを使用した音声認知機能は廃止された。また、マリオパーティ5、マリオパーティ6でタックマッチルールをプレイする際のキャラクターのコンビ名が、 本作で復活したが、一部キャラクターのコンビ名は旧作から変更されている。その他、今までのマリオパーキシリーズに登場していたミニクッパが今作から登場しなくなった。シリーズ中、ミニクッパとクッパジュニアのどちらも登場しないタイトルは今作のみ。なお、このゲームは Wii のソフトの中で唯一16、9のワイド画面に完全には対応していない作品であり、 ファイルセレクト画面とモードセレクト画面のみ16、9に対応しているが、その他のボードマップやミニゲームの画面では4、3の画面サイズとなり、両サイドに黒い帯が発生する。今作では、月相ハンマーブロスが新しく、プレイヤーとして使用できるようになった。また、エクストラブースでのみ、ミーをプレイヤーとして使用することができる。パーティブースでは、以下の3つのバトルルールで、 ボードゲームをプレイすることができる。はじめにプレイする、バトルルール、参加人数、ターン数や、ミニゲームパックなどの細かいルールプレイする、ステージなどを設定した後、プレイヤー全員の行動する順番を決めてから、ゲームスタートとなる。ステージ上には、以下のようなマスが配置されており、移動を終えると止まったマスに応じて、イベントが発生する。ちなみに、 今作ではステージによってマスの形が異なっている。ステージ上には以下のような通過する時に発生するイベントも設置されている。マスと違い通過しても残りの移動するマス数はカウントされない。今作ではマップ上で使えるアイテムが前作までのカプセルからキャンディーへ変更された。特定のステージでのみ登場するキャンディも含め全部で14種類登場し、 その効果によって、キャンディが色分けされている。キャンディは、ステージ上に設置されている。キャンディを通過すると無料で一つ入手できるほか、キャンディショップでコインを払い購入することもできる。バトルロイヤル、デュエルマッチ、スターバトルブースでは一人三つ、タッグマッチでは一チーム五つまで持つことができ、キャンディを持っていると、サイコロブロックを叩く前に一ターンに一つだけ、使うことができる。なお、 前作までのカプセルのようにマスに仕掛けることはできない。また、ステージによって登場するキャンディの種類が異なっている。サイコロブロックが変化する、キャンディサイコロブロックの叩ける数が増えたり出る目が変わる、赤色のキャンディ。移動前に効果が現れるキャンディ使うとその場で効果が現れる、緑色のキャンディ。移動中に効果が現れるキャンディ使うといろいろな、 姿に変身したままサイコロブロックを叩いて移動する黄色のキャンディ。なお、これらのキャンディを使って移動している間は、キャンディやキャンディショップを通過しても新しくキャンディを入手することはできない。移動中に強力な効果が現れるキャンディ使うといろいろな姿に変身したままサイコロブロックを叩いて移動する青色のキャンディ。なお、これらのキャンディを使って移動している間は、 キャンディやキャンディショップを通過しても新しくキャンディを入手することはできない。バトルロイヤルタックマッチでは残り5ターンになるとラストチャンスというイベントが始まり以下の2つのルールが追加される。なお、今作では従来のシリーズにあったプラスマスマイナスマスに止まった時に増減するコインの数が2倍などの追加ルールは廃止された。バトルロイヤルタックマッチでは ボーナススターありの設定を選ぶと、ゲーム終了時に、ボーナススターの受賞者が発表され、条件を満たしているプレイヤーやチームに、スターが一つずつプレゼントされる。以下の6つのうちどれか3つがランダムに選ばれ、どれが選ばれるかは、ゲーム終了時にならないと判明しない。前作に引き続き、今作もステージによって、スターの入手条件が異なっている。また、デュエルマッチ。 スターバトルブースではステージごとに決められた勝利条件を先に満たしたプレイヤーが勝者となる。ジャングルの中にあるアスレチックのようなステージ。基本的なルールのステージでどこかに設置されるスターエリアで20コインとスター1つを交換する。誰かがスターエリアでスターを入手するたびにスターエリアは別の場所に移動する。デュエルマッチ。 スターバトルブースでは同様の方法でスターを先に2つ入手した方の勝ち。海辺に浮かぶ島々を進む分岐点のない一本堂のステージ。ルートの終点にある宝島に到着するたびに、そこにいるキャプテンクリボーからスターを1つ無料でもらうことができる。その後、スタート地点に戻り再び宝島を目指すことになる。デュエルマッチ。 スターバトルブースでは50コイン以上持った状態で終点の宝島に先に着いた方の勝ちで宝島にたどり着いてもコインが足りない場合はスタート地点に戻されてしまう。しかしこの時コインブロックを叩き出た目と同じ枚数のコインをもらうことができる。プレイするたびにマップの構造が変わるお化け屋敷のステージ、マップ全体がいくつもの部屋でランダムにつながり構成されている。 誰かが一度足を踏み入れた部屋以外は暗くなっており、何があるかはわからない。どこかにあるキングテレッサの部屋にたどり着くと、キングテレッサ20コインとスター1つを交換してもらうことができる。誰かがキングテレッサの部屋でスターを入手すると、プレイヤー全員がスタート地点に戻され、部屋の繋がり方やマスの並びが全く変わってしまう。また、落とし穴の部屋もあり、 ここにたどり着いたプレイヤーは落とし穴に落とされ、スタート地点に戻されてしまう。デュエルマッチ、スターバトルブースではスターを先に2つ入手した方の、勝ちで、ここでは誰かがスターを入手しても部屋の繋がり方は、変わることはなく、スターを入手したプレイヤーが、スタート地点に戻されるだけである。特急列車の車内と屋根を行き来する、一本堂のステージ。 スタート地点の車両と先頭車両がルートの折り返し地点になっており、先頭車両にいる車掌の平方に20コインとスター1つを交換してもらうことができる。デュエルマッチ、スターバトルブースでは50コイン以上持った状態で、先にセリブのこの子のいる場所にたどり着いた方の勝ち。ホテルが立ち並ぶ都会のステージ。ホテルの前を通るときにそのホテルに手持ちのコインを入れることができる。 そのホテルで一番多くのコインを入れているプレイヤーがそのホテルのオーナーとなり同時にそのホテルのスターをもらうことができる他の誰かがオーナーより1枚でも多くのコインを入れるとオーナーがそのプレイヤーに変わり前オーナーが持つスターがそのプレイヤーのものとなる全プレイヤーが入れたコインの合計が20枚50枚を超えるとそのホテルがランクアップしもらえるスターの数も2つ3つと増える デュエルマッチ、スターバトルブースではスターを先に4つ入手した方の勝ち。クッパの宇宙基地のステージ。初めからスターを1人5つ持った状態でスタートし、キラーキャンディやクッパキャンディを使って、他のライバルが持つスターを奪い合う。デュエルマッチ、スターバトルブースではスターを1人3つ持った状態でスタートし、先に相手のスターを全部奪った方の勝ち。なお、このステージは、 ある条件を満たさないと、パーティーブースでは、プレイできない。今作に収録されているミニゲームの数は、4、2、無用、1VS3,2VS 2, vs 2バトル、デュエル、チャレンジ、ラスト、エクストラの合計重複しているものも含めて81種類。ミニゲームによってはクリボーヤーのこの子が観客として、登場することがあり、ミニゲームブースでプレイするときはこの観客がミーになる。 今作は Wii リモコンのポインターや振る、ひねる、傾けるといった操作を活かしたミニゲームが特徴だが Wii リモコンを横持ちして従来のようにボタンのみで操作するミニゲームも一部ある。パーティブースのバトルロイヤルでは各プレイヤーが止まったマスの色によりターン終了時のミニゲームの種類が決まる。ただしハプニングマス、ラッキーマスに止まった時は 色が青か赤どちらかにランダムで変わる。また、今作のミニゲームは、オールミニゲームパックと、簡単、ミニゲームパックの2種類のミニゲームパックに、振り分けがされており、ルールの設定で、オールミニゲームパックを選ぶと、すべてのミニゲームが、簡単、ミニゲームパックを選ぶと簡単なミニゲームのみが、ターン終了時に登場する。なお、ミニゲームには最高記録、 最速レコードが保存されるものがあり、それについては、スタッフベストの記録を記述する。また、ミニゲーム名の右に、ボーナスミニゲームと記されたものはコインを集める、ミニゲームである。4人で競うミニゲーム。パーティブースでは、勝利したプレイヤー全員に10コインずつ与えられる。バトルロイヤルでは、全員が同じ色のマスに止まると発生する。 一人側と三人側に分かれて競うミニゲーム。パーティブースでは、バトルロイヤルでのみ登場し、誰か一人だけが違う、色のマスに止まると発生する。同じ色のマスに止まった三人と、残り一人に分かれて勝負し、一人側が勝利すると、そのプレイヤーのみに10コイン、三人側が勝利すると三人全員に、10コインずつ与えられる。二人一組に分かれて、 相手チームと競うミニゲーム。バトルロイヤルでは赤いマスに2人、青いマスに残りの2人が止まると発生し、同じ色のマスに止まった者同士でチームを組み競い合う。勝利したチームのプレイヤーに10コインずつ与えられる。4人で競うミニゲーム。バトルロイヤル、タックマッチでターンの終了時に、各プレイヤーが止まったマスの色に関係なく、ランダムで発生する。 ルーレットで選ばれた枚数のコインを各プレイヤーチームから徴収しミニゲームでの順位に応じてそのコインが配分される上位のプレイヤーほど多くのコインをもらえるなおプレイするミニゲームは前作までは全プレイヤーで投票を行い決定していたが今作では他のミニゲーム同様にルーレットでランダムに選ばれるようになった1対1で競う2人用のミニゲーム デュエルマッチ、スターバトルブースのチャレンジマスに止まるとプレイできる、一人用のミニゲーム。一人用のミニゲーム。エクストラブースで飲み遊べるミニゲーム。これらのミニゲームのみ、マリオキャラの代わりに、ミーでプレイすることも可能。また、いくつかのミニゲームは、ベストレコードが保存される。2011年テレビゲームソフト売上トップ5002012年4月2日、閲覧。 VG チャーツ調べ、ありがとうございます。